はようございます。あやこさん、かつひこさん、ルルさん、おはようございます。おはようございます。おとかれさん、ともこさん、おはようございます。うなさん、雑魚さん、けけさん、はい、今日寒いですね。今日は11月2日、天気ですね。いい天気です。青空です。青空ですね。はい、はい、いつも同じとこで申し訳ないですね。ここは非常にまあ、ちょっと放送しやすくてですね、今日も爽やかですね。そうですね、寒いですが爽やかですね。寒いですが爽やかです。今日のタイトルはホーリネスリバイバル。ホーリネスリバイバル、まあほとんどの人はですね、知らないと思います。 S さん、おはようございます。ほとんどの人はですね、それ何ですかみたいな、ね、知りませんみたいな。ルポスさん、おはようございます。アイポンさん、おはようございます。納豆さん、吉沢さん、ハレリア。まあ私はですね、まあリバイバル、リバイバルと言っていますね。いつも皆さんリバイバル、リバイバルと言ってるのをご存知だと思いますが、まあ、リバイバルとは何か、リバイバルというのはですね、まあリバイブ、ね、リバイブっていうのは何でしょう。信仰がこの、もう一度元気になるということですね。リトルアリエルさん、おはようございます。リバイバルというのは、まあ、個人クリスチャンの信仰や、まあ、教会の信仰や、またこのある領域のね、ある領域、町とか国とか、そういう領域の信仰が、ね、元気になるということなんです。それが、まあ、リバイバルと言います。日本語で何て言うんでしょうね、復興というのかな、復興、何か被災地の復興と字が違いますが、復興というのかな、復興、はい、あまり復興という言葉は使いませんが、リバイバルという言葉をよく使います。それでですね、私はですね、東京リバイバル、これ東京リバイバルという、ね、団体に属してます。委員会に属してまして、これはまあカリスマ派、ペンテコステ派の、まあ、牧師会みたいなものですが、その東京地区ですね、東京地区に東京リバイバルという団体があります。まあ、そこに属してまして、まあ、リバイバル、リバイバル、リバイバルのための委員会ということですね。ラブタンさん、おはようございます。ですから私たちは、日本はクリスチャンが少ないけれども、日本にはクリスチャンが少ないですけど、まあ、クリスチャンを増やしたいということで、私たち牧師会はですね、まあ、リバイバルをのための、まあ、集会をします。それで、まあ、毎年毎年、まあ、集会しているわけですが、今年と来年はですね、今年と来年はホーリネスリバイバルにちなむ集会をしようということですね。そのホーリネスリバイバルとは何かというと、今教団でですね、ホーリネス教団というのがありますね。ホーリネスっていうのは、まあ、英語でですね、英語で、まあ、日本語に訳すと清さ、清さという、そういう意味なんです。清いというね、ホーリネス、聖書の聖の方のホーリーですね。神様は聖なる方、
聖なる方、まあホリネスというのは、まあ、清さを求めるようなそういうことを強調しているのがホリネス教団。しかし今のホリネスとは違って、その当時のホリネスはですね、まあ、リバイバルがあったんですね。大正中期と昭和初期ですね。大正中期は2年ぐらいかな、昭和初期は3年か4年ぐらいのリバイバルがありました、ね、人がたくさん集まってもう盛り上がってですね、たくさんの人がイエス様を信じた、そういう時があったんです。で、そのホリネスリバイバルから来年の3月かな、来年の3月で100年経つんだそうです。で、ホリネスリバイバル100周年記念の、集会をですね、来年の3月19から21ヨドバシ教会、まあ、これは東京ですが、東京のヨドバシ教会で、3月19から21、その、ホリネスリバイバル100周年記念をやります、ね、そして、実は、今日明日明後日ですね、今日明日明後日その、ホリネスリバイバルのですね、まあ、祈りの集会があります。ちょっとなんか突然で申し訳ありません。今日2日がですね、神の教会イエスキリスト教会、これはですね足立区ですね、東京の足立区で今日の11時と4時、もう突然で申し訳ないですね、近くの方は来てくださいね、11時と4時に神の、教会主イエスキリスト教会で、まあ、その来年の集会のための集会といいましょうか、まあ、祈り会みたいなのはあります。そして明日の4時は東京の十条キリスト教会で明日の4時からあります。それから月曜日はですね、これよく見えないね、月曜日は新宿シャローム教会、大久保ですね、大久保の11時と4時、やはり11時と4時、まあ、祝日ですね、祝日、3日月曜日は祝日ですが、11時と4時に新宿シャロームであります。で、残念ですが今回はですね、ちょっと配信の用意をしてなくて、配信がないんです、ごめんなさいね、配信を予定してません、ですから近くの方が来てくださるしかないんですが、ぜひ皆さん近くの方はですね、行ってみてくださいね。はい、そういうわけでホリネスリバイバル、ホリネスリバイバルというのはですね、ものすごい、この盛り上がったんですが、日本にはですね、いくつかリバイバルがあります。まず一番最初のリバイバルはですね、一番最初のリバイバルはフランシスコ・ザビレですね、フランシスコ・ザビレが来た時に、まあ、初めて日本にキリスト教が伝わった時に、まあ、リバイバルがありました。これはなんとかリバイバル、ちょっと名前は分かりませんが、最初のリバイバルと言ってもいいかもしれません。なおさん、おはようございます。まあ、フランシスコ・ザビエルだけじゃなくてね、フランシスコ・ザビエルは半年ぐらいしかいなかったらしいんです。で、その後に、まあ、いろんな宣教師が入ってきて、イエズス会ですが、カトリックのイエズス会ですが、もう70万人、ね、
日本の人口、まあ1000万か2000万か分かりません、少ない人口のうちの70万人ぐらいがクリスチャンになったんじゃないかと言われています。大名もですね、20何人の大名が、クリスチャンになりました。まあ、その当時はキリスタンと言いますね、キリスタン大名と言います。まあ、それが1回目のリバイバルです、ね。名前ついてないのかな、名前わかります。それから今度はですね、明治維新の後、鎖国をやめてですね、日本は開国しました。その時ですね、アメリカからですね、アメリカだけじゃないですが、プロテスタントが入ってきました。プロテスタントですね、明治維新の後、開国してキリシタンが入って、その時に、明治初期のリバイバル、明治初期のリバイバルがありました。それ2回目ですね、2回目のリバイバル。それからですね、今言ったホリネスリバイバル、大正中期と昭和初期にホリネスリバイバル、これ3回目です、3回目ですね。そして特徴はですね、ホリネスリバイバルの特徴は中田十字、横浜バンド、ああよく知ってますね、中田十字という人がいました。その人がですね、まあきっかけだったんでしょうか。そしてそのホリネスリバイバルの特徴はですね、イスラエルのために祈るということなんですね。イスラエルのために祈る、まだその時はですね、まだイスラエルは再建していませんでした。イスラエルという国はまだなかったんですね。しかし聖書の予言があるので、中田十字はイスラエルが再建するように祈ったんです。それから何年かして、何年でしょうかね、それから、およそ20年、うん、40年、20年、およそ20年ぐらいしてからイスラエルが建国したんですね。すごいですね、イスラエルが建国しました。ですから、ホリネスリバイバルはイスラエルの建国のためにとても大事な働きをしたとも言えるでしょう。イスラエルの再建のために祈った リバイバル、それがホリネスリバイバルとも言えるかもしれません。しかしそのホリネスリバイバルもだんだん軍国主義によってね、軍国主義によって抑えられてきました。実は戦争中ですね、戦中ですね、軍国主義で宗教弾圧があって、教会にも宗教弾圧があって、教会の中に特攻が入ってきて、特攻っていうのはまあ特別警察かな、特攻が入ってきて、その教会のメッセージの中で、天皇批判や、ね、天皇批判とか、その軍部に批判するメッセージをするかどうかをチェックされたんですね。で、多くの牧師が、そのお前たちはイエス・キリストを信じるのか、天皇を信じるのか、どっちなんだというようなですね、まあ脅しをかけられ、多くの教会が宮城要拝と言いまして、皇居に向かって、まあ礼拝するようにさせられてしまったんです。まあこれは、キリスト教からすればとんでもないことですね、とんでもないこと。ところが実はその宮城要拝を断って、天皇を拝まなかった教会があったんですね。天皇を拝まなかった教会、それがホリネス教会、まあ、全部かどうか分かりませんが、いくつかのホリネス教会はそのリバイバルを起こしたホリネスリバイバルのでできた教会ですね、ホリネス教会は、皇居に向かって拝まなかったんですね。皇居に向かって拝まないで、特攻に逮捕されてですね、まあ牢屋に入れられて拷問にあったり、
獄死した牧師もいます。拷問にあって獄死した牧師もいるんです。クリスチャンは、命がけで偶像崇拝を拒む信仰、命がけで偶像崇拝を拒む信仰、それがですね本来の教会の役割なんです。ですから特攻に脅されて球場要配するということは、それは、とんでもないことで、戦後多くの教会は悔い改めました。戦後ですね、多くの教会はその球場要配したことを悔い改めて、本当に、教会の役目を果たさなかった、教会が地の使用の働きをしなかったと悔い改めました。その戦前戦中ですね、戦前戦中いろんな、ね、教会、いろんな教団の教会をひとまとめにされて、無理やりひとまとめにされて、日本キリスト教団という、一つの教団にさせられたんですね。それも日本政府の強制ですね、強制的に信教の自由を踏みにじられたわけです。そして戦後、ね、その日本キリスト教団から、ね、もう一度こう離れた教会もありますが、そのまま日本キリスト教団も残っています。そういうわけで、日本のキリスト教は、戦前戦中、ある意味では悪魔に、負けたと言いましょうか、悪魔に負けて信仰を全うできなかった。日本の教会はだらしがなかったって言うと語弊があるかもしれませんが、命がけでですね信仰を全うできなかったとも言えます。もちろん個人的には、最後の最後まで、天皇崇拝に反対して天皇を拝まなかった牧師もいたということですね。でも多くの教会が天皇崇拝してしまったと、そういう、悲しい出来事が日本にあります。ところが、戦後敗戦した後アメリカのマッカーサーがアメリカから福音派の宣教師をたくさん日本に送りました。マッカーサーは日本をキリスト教の国にしたかったんですね。日本をキリスト教国にしたくて、マッカーサーは福音派の、聖霊派の牧師を宣教師を入れてほしかったですけど、マッカーサーは福音派の宣教師をたくさん入れました。そして戦後ですね、リバイバルが起きたんですね。たくさんの福音派の教会ができて、戦後リバイバルが起きました。これが4つ目のリバイバルですね。4つ目のリバイバル、フランシスコ・ザビエルのリバイバル、明治維新のリバイバル、ホーリネスリバイバル、戦後のリバイバル、ね、日本は4つのリバイバルを経験しています。ところが、ね、戦後リバイバルもですね、だんだん日本が高度成長で、経済、経済成長が始まった途端にですね、満員だった教会が、ね、どこの教会も満員だったんです。だんだん人が減ってきてですね、リバイバルが冷めてしまった。リバイバルが冷めてしまいました。それが日本の歴史です。日本のリバイバルの歴史です。しかし皆さん、予言があります。予言、それはこの終わりの時代、今終わりの時代なんですが、終わりの時代にですね、世に、素晴らしいリバイバルが起きるという予言があります。つまり5個目の
5個目のリバイバル、ね、5個目のリバイバルがこれから日本に起きると予言されてます。まだ起きてません、まだ起きてません、これからです、ね、皆さん、5個目のリバイバル、ね、一番大きなリバイバル、これを、私たちカリスマ派はですね祈っています。まあ、東京リバイバルは、そういうまず東京からリバイバル、東京からリバイバルということを、まあ、祈ってる牧師会ですね、祈ってる牧師会です。この東京リバイバルは30人ぐらいの牧師の、牧師会です。ですから皆さんもぜひ、ね、その予言通りホリネスリバイバル以上のリバイバルが日本に来るように一緒に祈ってくださいね。一緒に祈って、そして予言によるとですね、予言によると日本のこの終わりの時代のリバイバルから世界の大リバイバルに、導かれていくというそういう予言があります。ですからぜひ皆さん、期待しましょう。日本から素晴らしい、素晴らしい、リバイバルが、ね、起きて、それが世界に東の果ての日が昇る国、日本ですね。日本から太陽が昇って、世界中のこの終わりの時代の世界的なリバイバルが日本から始まる。これがカリスマ派の、ね、カリスマ派の願いであり祈りなんです。カリスマ派の願いであり祈りです。それではですね、明石タイム行きましょう。明石タイム、それでこのですね、この集会に、まあ、私参加するので、明日の日曜日の放送は礼拝の放送ありますが、この月曜日ですね、月曜日の朝も一応できると思います。月曜日の朝もできますが、月曜日の夜ですね、ちょっと月曜日の夜はちょっと放送ができないと思います。申し訳ないですね、月曜日の夜は放送ができないと思います。はい、それでは明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、リバイバルというものを知った、リバイバルによってたくさんの人が救われ、リバイバルによって神様の力が、この表されるということが分かった。この終わりの時代、日本にリバイバルが来るということを聞いて、本当に、リバイバルを待ち望む信仰、になった証、リバイバルを本当に祈るようになった証、スタート、スタート、終わりの時代というのはですね、聖書の言っていることで、イエス様が近いという、ね、イエス様がの再臨が近いということですね。日本ですでに4つのリバイバルを経験しました。しかし5つ目のリバイバルが来ようとしています。イエス様は生き返るんじゃなくて、もうイエス様は復活しました。
ではなくイエス様がもう一度来るんですね。イエス様がもう一度来るんです。今は天の父の右の座に座っていますね。イエス様は今天の父の右の座に座っていて、そこから、この地球に来ます。この地球にもう一度再臨します。クリスマスは初臨と言います。クリスマスは最初にイエス様が、来た時、それが初臨でクリスマス。春樹さん、おはようございます。しかしイエス様、今度は、イエスキリストを信じる者を救いに、またイエスキリストを信じない者を裁きに、もう一度イエス様が来ます。それを再臨と言いますね。再臨と言います。まあ、セシさん、ちょっと私読んでないんで分かんないんですが、まあ、信仰というのは、この強制するものではないということですね。信仰というのは自主的に信じる、ね、国家が無理やり信じさせるのは良くないということではないでしょうかね。それが政教分離ですね。政教分離、それは国が信仰を押し付けてはいけない。つまりあの戦争は国が天皇を神として押し付けた戦争だったんですね。でそれがいけないということです。信仰というのは、自主的に一人一人が自由意志で選んで信じるということですね。直人さん、悪魔を倒すにはどうするんですか。十字架の力で悪魔を倒すんですね。十字架の力で悪魔を倒すんです。イエスキリストの御名によって、ね、イエスキリストの御名によって悪魔を追い出すのです。十字架の力ってどのような力ですか。いい質問ですね。十字架の力、それは聖霊の力ですね。聖霊の力、それが十字架の力です。ウルトラマンさん、大丈夫ですね。その方は録画で見てるそうですね。録画で放送を見てるそうです。セシさん、その通りですよ。その通り、信仰は自由ですね。信仰は自由です。ですから強制してはいけない。特に国家が強制してはいけないということですね。ニンニクじゃダメです。ニンニクじゃダメです。十字架でなきゃダメですね。十字架でなきゃ。Qさんは常に十字架を身につけているんですか。はい、私はですね、
24時間、24時間十字架をつけていますね。まあ、これつけなきゃいけないってことはないですよ。つけなきゃいけないってことはありませんが、パウロが言いました。私は十字架だけを誇る。私は十字架だけを誇る。ですから私は十字架を誇っていますね。十字架を、これはお守りという意味ではないんです。お守りという意味じゃなくて、十字架を誇るということですね。ですから皆さんもしつけたい方があったらぜひつけてくださいね。そして十字架を誇ってください。十字架によって、救われるのです。十字架の贖いと言いますが、十字架の贖いによって私たちは救われたんです。クロムハーツは良くないかな。クロムハーツは良くないです。ヒカルさん、救われたいです。ではイエス様を信じて信仰に入ってくださいね。イエスキリストを信じる信仰によって救われます。イエスキリストを信じる信仰によって救われます。ではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、皆さん、リバイバルは日本だけじゃないんですね。世界中にあるんです。世界中に、イギリスにもあったし、そして、アメリカにもあったし、最近、20世紀後半は、中南米、アフリカ、アジアにもあったし、今もあるんですね。中南米で、リバイバルが起きました。アルゼンチン、コロンビア、ものすごいリバイバルが今も続いてます。今もあるリバイバル続いてます。そしてアフリカ、ナイジェリア、ガーナ、リバイバルが起きて今でも、リバイバルが続いています。アジアもそうです。今アジアが熱くて、シンガポール、ね、マレーシア、インドネシア、台湾、リバイバルが起きてます。リバイバルが起きてます。ですからもうすぐ、ね、日本です。セシさん、宗教というのはですね、自分の信じている、神が真理だということを強調するのが宗教です。だからセシさん、その他の宗教、ね、まあその悪意としてじゃなくて、宗教的に、この、まあ、批判することは、それが宗教なんですね。例えば政治の政党がですね、他の政党を非難するというのは当然なことですよね。宗教もですね、まあ、私からすればイエス様が唯一の救い主、唯一の神の子であり、他の宗教は、それは偽りであると。これは宗教的な問題ですね。人間の誹謗中傷とは違います。人間同士の誹謗中傷は良くないですが、宗教や政党の、ね、まあ、誹謗中傷という言葉は良くないのかもしれませんが、自分たちの主張を強調するためにそれを対比することはむしろ必要ではないでしょうか。春樹さん、アメリカのキリスト教徒がハロウィンを一家で楽しんでいるのはどうしてなのでしょうか。ハロウィンというものがね、良くないということを知ってるクリスチャンが少ないと思いますね。カリスマ派はですね、カリスマは霊的なことを知ってます。で、ハロウィンは霊的に良くない。ハロウィンは霊的に良くないということで、ハロウィンをお祝いしない教会もありますね。ハロウィンをお祝いしない教会あります。ただ、それを知らないクリスチャン、それを知らない教会はハロウィンをお祝いしているところもあるということですね。はい、それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ。セシさん、南米のカトリックが
カリスマになってるということがあるんですね。南米の多くの教会が、多くのクリスチャンがカトリックからカリスマに、変わってきています。実はですね、そうですね、私もカトリックからカリスマになったクリスチャンとたくさん会ってきましたね。たくさん会ってきました。ですから、カトリックはそれをちょっと、懸念しています。世界中のカトリックのクリスチャンがカリスマになることを懸念しています。ケンケンさん、おはようございます。はい、そういうわけで皆さん、ぜひ皆さんが新しい信仰を持ってリバイバルを待ち望む信仰になってほしいと思います。はるきさん、旧約聖書ってイエス様の教えではないので聖書とは呼べないのではないでしょうか。まあクリスチャンが聖書という場合には新旧両方で聖書と言いますね。新旧合わせて聖書と言います。そして新約と旧約と分けますが、クリスチャンにとっては旧約聖書も聖書ですね。神の言葉です。旧約聖書も新約聖書も神の言葉と信じます。皆さんが真理を知ってイエス様を知って、皆さんが将来天国に行ってほしいのです。悪魔は働いています。悪魔はですね、イエス様を否定し聖書を否定します。セシさん、その通りですね。カトリックの中にもカリスマ派があります。イコールではない、まあイコールではないかもしれませんが、カリスマカトリックがありますね。イコールではないけど、でも聖霊の働きを、ね、強調します。皆さんが救われてほしい。イエス様は皆さんを愛していて皆さんを救いたいのです。ですから皆さんが、イエス様の教えを学んで罪から離れ神に立ち返ってほしいのです。皆さんが神に立ち返って、新しい、なんていうんでしょう、ボーンアゲン、生まれ変わって悪魔の餌食ではなく神にあって、新しくされてほしいのです。それが、リバイバルです。まず一人一人がリバイバルしなければなりませんね。一人一人が霊的に生き返る、必要がありますね。それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いてリバイバルというのを初めて聞いた。世界にもリバイバルが あるんだ。日本にも4回リバイバルがあったんだ。そしてこれから終わりの時代に大きなリバイバルが日本から始まる。初めて聞いた。日本のリバイバルのために祈りたい。イエス様を信じて日本のリバイバルに祈りたい。そう思う方はアメンと言ってください。アメン。日本のリバイバルのために祈りたい。世界のリバイバルのために祈りたい。多くの人が救われてほしい。多くの人がイエスキリストを信じて救われてほしいと思う方、アメン。天のお父様、ホーリネスリバイバルから100年、およそ100年経ちました。イエス様は日本を愛していて日本にリバイバルを与えようとしています。イスラエル再建のためのリバイバルがありました。ホリネスリバイバルです。日本はイスラエル再建のために用いられました。日本はクリスチャンが少ないにもかかわらずイスラエルの再建のために、ホリネスリバイバルがありました。しかし今度は世界のリバイバルのために日本にリバイバルが与えられるという予言があります。ですからリバイバルを祈ります。日本のリバイバルを祈ります。イエス様、日本に火をつけてください。
日本に火をつけ、精霊が強く望みますように、精霊が強く望みますように、イエス様どうぞ日本を憐れんでください。多くの人はサタンに騙されています。多くの人はサタンに騙されています。彼らに光が必要です。彼らに、十字架の光、福音の光が必要です。どうぞイエス様日本に照らしてください。あなたの光で照らしてください。日本を明るくしてください。日本を明るくしてください。日本を救ってください。イエス様お願いします。日本を救ってください。イエス様お願いします。そして今アーメンと言った方々がイエス様信じて一緒にリバイバルのために祈る器となりますように、信じます、期待します。日本は、日本に、リバイバルが来ます。日本は救われます。日本は救われます。日本は救われます。どうぞリスナーを祝福してください。祝福してください。光を当ててください。希望を与えてください。この、行き詰まった日本がリバイバルによって、開かれますように、開かれますように、開かれますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん期待しましょう。イエス様に期待しましょう。昨日やりましたよね。待つこと、信仰は待つこと、神様を、イエス様の再臨を待ち、リバイバルを待ちましょう。イエス様が日本にリバイバルを与えてくれます。イエス様が日本にリバイバルを与えてくれます。待ちましょう。待ちましょう。それでは皆さん、また今晩ないんです。そして明日の朝10時半、礼拝があります。で、月曜日の朝7時があります。でも、月曜日はごめんなさい、夜がないと思います。月曜日の夜はない予定です。それでは皆さん、明日の朝10時半、一緒に礼拝しましょう。一緒に礼拝しましょう。ありがとうございました。良い一日を送ってください。祈りの一日。喜びの一日を送ってください。シャローン、シャローン、シャローン。ありがとうございました。シャローン、シャローン。